アーニスを国技と宣言した2011年のフィリピン、記念切手、エスクリマとはフィリピン武術の名称である。アーニス、アルニス、またはカリとも呼ばれる。フィリピンで行われている巣で、棒やナイフ、紐といった武器術を持つ武術である。公式にフィリピンの国技と認められており、学校の体育教育にも取り入れられているほか、国体の正式種目ともなっている。 エスクリマやアーニスという名称はフィリピンがスペインに統治されていた時代に現地の武術を見たスペイン人によって付けられた名称である。エスクリマはスペイン語でフェンシングを意味するエスグリマ、アーニスはスペイン語で鎧を意味するアーナスに由来する。古くは地方によって様々な名称で呼ばれていた。カリという言葉はビサヤ語のコマットとリーホックに由来し、 両者の頭文字を取った言葉である。スペイン統治時代には、スペイン人のフェンシングから多くの影響を受け、呼び名だけでなく、フェンシング用語や西洋剣術の技術も取り入れられている。歴史的な経緯からアメリカで広く普及しており、実践的な武術として人気がある。アメリカでは警察などの法執行機関でも採用されているほか、アメリカ軍や合衆国連邦捜査局の 格闘術にも部分的にエスクリマの技が取り入れられている。アメリカ海兵隊ではエスクリマの防術をもとに考案した銃剣術を制定している。フィリピンの特殊部隊でも採用されている。ブルース・リーが学んだ武術の一つでもあり、映画《モエオドラゴン》の中でもリーがオリシを使用するシーンが見られる。後にリーが起こしたジークンドにはエスクリマは取り入れられていない。 また、ジークンを教える道場では、順半軍風とともに、エスクリマ、シラット、シュート等を稽古することが多い。もともと、フィリピンには、各部族ごとに、様々な武術が存在していた。それらは、海洋貿易で立ち寄ったアラブ人に教わったものだった。マゼランが上陸した際には、やや、竹あり、棒、刀等を使っていったことが確認されている。 16世紀にスペイン軍が上陸した際には民衆はこれらの武器で戦いを挑んだ。その後、17世紀になると海賊が多発し人々を拉致するようになった。これを問題としたスペイン当局は住民からなる民兵団を組織することを決定し、住民を集めて武術の訓練を施した。教官にはイエズス会の修道士が就任し、スペイン式のフェンシングが教えられた。 こうして現在の技術が完成したと言われる。支配者がアメリカ合衆国に移るとフィリピンからの移民やフィリピンに渡ったアメリカ人によってアメリカ本国に紹介された。現在はアメリカを中心に世界中で行われている。折しを構える使い手稽古用の武器類技術面での特徴は武器や素手での技術が共通していて同じような動きで様々な武器を扱える点である。 また、相手からの武器による攻撃への対応も考慮されており、相手の武器を奪ったり払い落とす技術が発達している。これが、警察など、法執行機関へ普及する要因となった。主な技術は、以下のようなものがある。用語にはスペイン語が使われている。都市空間素手で,で戦う体術。近い間合いで打ち合うことが多く、打ち合いから、投げや、関節技に移行したり、 ディスアームを巧みに用いる。剣術イコール統廃術片手で行う剣術。盾とセットで戦うこともある。ナイフイコール短単刀術、だがという両刃の探検を使う。体術の延長線上にあるものであるが、刃物なのですでの時よりは間合いを広めに取る。二刀流イコール相当実験とナイフの二刀流で戦う技術。剣の代わりに単や悪意などの片手で扱える。 尖ったものを使う場合もあり、その場合は分体だがという。棒イコール短根術、折しという60センチメートルほどの短いラタン製の棒を使う技術。2本の短棒を使った技術も存在する。もろ手棒術イコール長根術長い棒や体験などを使う技術。両手で武器を扱うことからこの名がある。ABC フルコム、達人第10巻旋律。 未公開戦東稿、東方出版、2011年、ABC 知的発見。探検隊、世界のすごい武術、格闘技、イーストプレス、2011年 ABCD 仮の、由来フィリピン武術富士アーニスクラブ2012年9月12日、閲覧 ABCD アーニストは、フィリピン武術富士アーニスクラブ2012年9月12日、閲覧。ありがとうございます。